おはようございます。速稼塾のこぶです。今日は6月27日日曜日なんですが、日曜日にやっぱりね、1週間の振り返りをするのと同時に、まあ来週の展望してみようかと思います。特に来週といっても28、29、30と3日で終わって、それから月が変わりますので、ちょっとね、相場の解説としては一旦途切れたような形になるのが30日と7月1日ってことになります。まあ、いずれにしましても今年の FX もこれで半年が終わってしまうわけですよね。で、ここで一旦自分の成績を振り返って、ウィークポイントをこうやって炙り出していくのが非常に重要なことだと思います。私の相場解説では、ゾーンという概念とですね、フォーメーション分析、エリオット波動、坂田誤報、この4つを使ってます。移動平均線はほとんど使うことがありません。ですので、この4つの手法のうち、どこがまだね、自分に対して苦手なのか、そして基礎用語は、繰り返し繰り返し自分に聞き直してくださいよ。基礎用語はちゃんと記憶できているのかってことなんですよ。記憶は薄れていきますから、一旦覚えてももう一回ね、あれここ忘れてんじゃないかなみたいなのを、私の FX の基礎用語を初級編の方でね、復習していただくか、まあブックオフで安い本を買ってきてね、そこに基礎用語ありますんで、それをまたやっていただくか、また検索しても出てくると思いますので、そちらの方でお確かめいただきたいと思います。それでは相場解説を振り返ってみようかと思います。こちらの画面どうぞ。今日はね、1時間から見ますね。これがですね、6月の26日の早朝のこのチャートが止まったところなんですけども、赤い線が2本引いてあるの分かります？上に111円の001、下に110円の683ということで、だいたいですね、32ピップスでこれで区切っております。こちらの赤い線とこちらの赤い線、これが私の言う今のところね、レンジになってるよってところです。一部はみ出してますけども、急速に巻き戻して内側に入ってますんで、一応ね、これでレンジが今継続しているってことをここでお話しさせていただきます。それまではずっとトレンドがね、息づいてきましたよね。ずっと上に上がってきて、止まったと思ってもまたね、そこを押し目にして上に上がってきた。そしてまだまだ行くのかなと思ったら、2回ヒゲを同じようなところで出して転換してですね、で下に行くも跳ね返ってくるところがここ、跳ね返っていくところがここという形で、だんだんレンジができていたって形でございます。はい、で現在横ばいです。この後ブレイクして上の方に行くのか下の方に行くなっていうことですけども、ここを来週28から解説予測していくわけですね。では次は4時間の見てみますよ。いつもとは逆の方向に見ています。4時間なんですが、こちらの方がよくわかるかなと思いますね。どこかと言いますと、109円の220から上昇トレンドがスタートしましたよってことなんですよ。この2つを三角形をね、スタートにして大きく考えるとこんな感じですね。高値を切り上げてここまで来たよってことです。で、次の高値切り上げがなかったもんですから、ですんでレンジに入ったかなっていう判断をしたんですよね。それがこの赤い線です、ね、ですんで今回はこの高値はちょっとね、更新できていないんではないかなと思うところですね。これから更新するようでしたら上の方に突き抜けますからね、それを確認していきましょう。で、次がデイリーです。デイリーはね、分かりやすいですよ。ものすごい上昇ですよね。103円の540からね、トランプさんから今の誰でしたっけ、バイデン大統領に変わったことが懐かしいですよね。バイデンに変わったらずっとバイだって言ってたのがこれです。ずっとバイですね。バイバイバイデンで、かなり利益取れたでしょ今年の上半期は。で、一旦下がってヘッド&ショルダーで大きく下に行くのかなと思ったら、そんなことなくて、バイが継続したってことで、さらにここでも利益を上げていただいていると思います。で、問題はここを超えた倍が起きるかどうかってことなんで、この赤いラインを引いているわけなんですよね。それが111円から110円の683ということです。これを抜けるかどうかってことが、これから6月の最後の3日間もしくは7月の上旬で判断しないといけないってことですよね。まあ、上の方に抜ければこれからまだまだね、上昇トレンドで取っていけると思います。おそらくそうなるんではないかなって思ってますけどね。この倍の勢いはやっぱりすごいですね。はい、いかがでしょうか。こうやって私が話しながら
そしてチャートを見ていくと分かりやすいんですけども、これは私のね、解説なしに、私と同じようなことが見えてくる、言えるようにならなければ、自分一人で FX で稼ぐっていう道は、まだ、あられないのかなってところですよね。では本日は以上でございます。6月の28日ですから、明日ですね。明日の朝また相場解説でお会いしましょう。とは言っても明日もね、1日様子を見て、実際には29日からの相場解説になります。よろしくお願いします。